さあ皆さん始まりました。5月の16日、今が16時23分、いつも通りマーケットの分析始めるんだけど、日経平均500円急騰ですね。CPI 通過した後にアメリカの金利が下げて、米国株も最高値更新してきてるんですよ。で、日本株も今日強かった。ただし、明暗は分かれてる。上がってるやつ上がってるけど、バリュー株とか高配当銘柄下げてるやつとかも結構あったので、はい、そこはもう二極化してる。今の試合を映してますよね。なので、現状のマーケットの分析、ドル円も154円まで下がってきてるので、そこあたりの状況のアップデートをやっていきたいと思います。で、僕に関して言うと、2013年から7年間証券会社に勤めていて、最終本店まで行ってます。で、ボーナス狙ってね、毎年社長賞取ったり、実務経験はしっかりと積んできてるので、はい。そこを踏まえた上でこれからの話参考にしてもらえると嬉しいです。皆さんよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あと昨日の晩のライブ配信、同説人数過去最高更新、1万5000人突破というところを記念して、6ヶ月 20% オフのメンバークーポンをまた出してます。で、動画の下の概要欄の方にクーポンコードは載せているので、メンバー入り検討している人はこのタイミングで使ってやってください。期限は今月末までですね。よろしくお願いします。というわけで、さあやっていこうか、日経平均と。はい。500円相当上げてきて、5日と、この水色のラインと黄色のライン、25日移動平均線のゴールデンクロス形成が入りそうになってるんですよ。で、PR17 倍のラインは、前日と比べると若干上昇。38,050円まで上がってきた。この前37,500円ぐらいだったからね。で、ストキャスティックスはまだ加熱気味のラインタッチしてなくて、RSI は前皆さんに話していたラインを抜けてきてるんですよ。このライン。ここですね。ここを抜けてくると日経平均は一段高するかもしれないねっていうところ。で、今日僕は2銘柄買ってます。ちなみに今日 X にポストしてるんだけど、その状況に関しては、で、 MACD もゴールデンクロスとちょっと青のラインが鋭角に切り返しながら上昇トレンドを形成してるという状況かな。で、50日移動平均線ライン、この青色のラインのところまで上がって、ボリンジャーバンドのプラス2シグマのラインタッチ、ここからバンド奥になるかどうかだよね。で、窓がここに開いてるんですよ。39,474円に。こうしてくるか、ここを埋めてくるかどうかなんだけども、どうだろうね。アメリカ最高値更新してるからね。アメリカの CPI 昨晩、市場予想と一致しました。はい。アメリカの利下げ期待がまた出ましたと。で、アメリカの金利がバーンって下がったわけでしょ？はい。アメリカの債券利回り見るんだけど、全体的に。2年債利回り、5年債、10年債、20年債利回り、全部の債券利回りでアメリカの金利が低下したんですよ。それを受けて、米国株とかは、まあ、最高値ニューヨークダウとか更新してきてるという状況の中で、バンドオークなんだよね、米国株がね。強いんですよね。うん。日経平均は出遅れてはいるけれども。ただ、海外投資家はまた日本株買ってきてるよ。そこのデータはまだ後ほど話すんですけど、とりあえず通過して米国強い、で、ビックス指数も低下したっていうところを含めて、今日僕は一応買いに向かったって感じかな。で、ね、前場の方で買っててから含み益が5割向けて増えているような状況なんで、一応エントリーが成功はしてるんだけども、含み益スタートからではあるんだけども、伸ばしていきたいなっていうところで。ただね、やっぱしまだ投げられてる銘柄いっぱいあるからね、急落してる銘柄。で、欲しい銘柄今下落方向にバンド中なんですよ。なので、そのタイミング、バンド終了のサインあたりで一旦買いの方に行こうかなっていうふうには思ってるかな。もう銘柄ごとに分かれてる。で、とりあえず日経平均のデータとかも見ていくんですけど、今日出てきた最新情報もあるからね。まず見ていくのが日経平均の理論株価。まあ、ここからいつも通り順番でやっていきましょうか。今日のデータまだ出てないんで、5月の15日、昨日時点のデータなんだけども、日経平均の一株当たり利益、EPS が 2238.23円まで上昇したね。前日比 1.42% 上げ。で、これかけることの PR で、さっき言った理論株価を求められるんだけども、PR17 倍をかけてもらうと 38,050円。で、その前日が 37,517円だったんですね。なので、若干これは上の方に情報が、修正が入ってる。うん。で、PR16 倍をかけてもらうと 35,812円っていうところかな。だからね、今回の決算シーズンでね、EPS がそんなに切り上がってないからね、そこが問題だよね。ピークから下がってるから。前は、ほら、2300円超えていたんだけど、2360とか。今、2238円で、その当時と比べて、今、1ヶ月ぐらい前と比べて、100円ぐらい落ちてるからね、今回の決算シーズンで。で、その関係で、PR17 倍のラインも、前は4万円とかだったものが、今3万8000円なんですよ。なので、上値は限定的、決算シーズンなんで個別対応。
なのかなっていう感じがするよね。結構今日またマーケット動いてるからね、細かいところがね。で、日本株の、とりあえず日経平均の理論株価、こんな形で目先ね、意識されてるラインを抜けて、依然として過熱感あります。 PR17 倍今超えてるので、過熱感あるんですよ。過去日経平均の値動きは PR11 倍から16倍の大体レンジ内での動きだったんで、 PR11 倍まで下がったら買い、 PR16 倍まで上がったら売り、これが成り立ってたものが今崩れてるんですね。異常値発生してるんですよ。いろんな要素が、好材料が出てね、チャイナマネーであったり AI 関連銘柄、半導体株がバブル並みに上がったと、はい、あと空売りも多かったんでショートカバーで、まあ、4万1000円まで日経平均上がりましたねっていう状態だったんだけど、そこまでいくか今の状態で、ショートも空売りもそんな入ってないしっていうところであるから、燃料がないんだよね。燃料がないんだよね。で、日本株のただ過熱感に関しては今のところない。これ騰落レシオなんですけど、騰落レシオっていうのがちなみに何なのかというと、日中値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の比率から求められる指標であって、120を超えると過熱気味で、80を下回ると売られ好きなんですよ。で、これ、若干、この前の15日のデータ消えちゃってるね。これね、若干上がってるんですよ。91.9 に。この前、もっと、昨日はもうちょっと下が少なかったかな、低かったから。なんだけど、そこまで全体的に銘柄上げてるかっていうと、そういった状況ではないんですよね。今日は全面高っていう感じじゃなかったから。だって、値上がり銘柄数は96ですよ。日経平225の銘柄で。96銘柄、変わらずが3銘柄なんですけど、横横がね。値下がり銘柄数の方が今日多いから、126銘柄ある。下がってる銘柄の方が今日日経平均500円上がってたけども、多いんですよね。だからどれだけ半導体テック関連に資金が流れてたのかっていうところです。で、あとはその投資主体別売買動向のデータ。ここは今日更新さらにされてきたので、ちょっとね、参照するんだけど、5月の10日の週に、海外投資家日本株を現金で2636億円相当買い。なので、ここでも6000、7000億円相当買ってるってことですよね。3週連続でね、日本株を。で、個人投資家反面売り。で、投資信託、信託銀行に関しては、まあ、小動きで、証券事故は、やっぱしまだ売っている。2579億円相当の売り。6週連続で売り越したんですよね、ここがね。6週連続で。なんでかっていうと、マーケット全体で空売りが入ってないから。空売りが入ってないから。で、そこを解説する上で、今までの日経平均の動きを見てほしいんだけども、はい。これですね。2月、決算シーズンに日経平均はバババババって上がってったじゃないですか。ここの、上昇幅、やっぱし異常だったですよね。5000円幅。3万6000円から4万1000円まで上がった。で、ここの上昇のサインとかに関してはめちゃめちゃ分かりやすかったの、事前に言ってたから、昨年その前の昨年の11月相場を参照して、条件を2つ揃うと日経平均上がってくる可能性があるよっていうふうに話してて、で、それが何なのかっていうと、まず1つがビックス、MACD のデッドクロス形成ですね。で、これがアメリカの市場のファン心理を表す恐怖数になるんだけど、要は機関投資家がオプションでヘッジですね。要は今後下落するだろうっていう方に、株が弱くなるだろうっていう方向に保険をかければかけるほどビックス指数は急騰して、逆に株は急落しやすいんですよ。で、ビックスが下がると株は上がりやすいっていう期待値がある中で、転換点すべてのトレンドはここから発生するんですよ。ビックスのMACD。デッドクロス形成、ゴールデンクロス形成。で、例えば2月の7日、ビックスとMACD がデッドクロス形成しました。これ上昇のサインです。で、3月の7日、ゴールデンクロス形成、下落のサインです。はい、これがね。で、3月の18日、デッドクロス形成、上昇。で、4月の2日、ゴールデンクロス形成、下落。で、ここですね、4月の24かな。デッドクロス形成で上昇のスイッチが入ってると。この通りに日経平均は動いてます。ちなみに。直近は。はい。これですね。ビックスとマックディ、デッドクロス形成した2月の7日上昇、ゴールデンクロス形成した3月の7日下落、上昇、下落、上昇なんですね。ビックスの転換点が日経平均の転換点として機能している。別にここだけじゃないです。過去3年間ずっとこのパターンだったから。急落、急騰、だいたいビックスのトレンド見とけばわかるよねっていう問題。なので、昨晩の CPI で市場層を超えてアメリカの金利が上がって円安加速して、ビックス急騰でマックディがゴールデンクロスっていう経路をたどったら日経平均は下がってくる可能性があったんだよね。円安イコール株安だから、最近日経平均はドル円の円安イコール株安だから。で、今昨晩の CPI の発表を受けて円高に行ったわけでしょ。で、最近は円高株高なんで
こう基調とした日経平均はですね。だからその通りの動き方になってるのかなっていう感じがする。でもう一つのやっぱし条件、はい、ここは3つの条件があったんでね、5000円幅の上昇の3つの条件目のもう一つ、2つ目の条件が何なのかっていうと、2月の8日に発生した EPS の大幅な切り上げに伴う日経平均の理論株価の大幅な上方修正ですね。でそれが何なのかっていうと、さっきの日経平均の理論株価見てほしいんだけども、今年の2月決算シーズンにベンチマークとなる理論株価が大幅に切り上がったんですよ。2月の8日、VIX と MACD デッドクロス形成したのが2月の7日ですね。で、その翌日の8日に、1株当たり利益 EPS が2309円、前日比 2.38% 大幅に急伸。それを受けて、日経平均の理論株価は3万6000円から3万6956円。最高でこの決算、この時の決算シーズンで3万8200円まで、これ、理論株価大幅に上方修正入ったんですよ。で個別銘柄もそうだけど、決算で情報修正されば結構上がるじゃないですか。で下方修正されれば下がるでしょ、下がりやすいでしょ。それと一緒、この理論株価もベンチマークも情報修正が入ると大幅に日経平均上がりやすくなるし、下方修正が大きく入ると下落しやすいんですよ。だから日経平均重たいんだよね。米国株と比較してもやっぱり出遅れている。なんでかっていうと、直近 EPS が切り下がってるから。この条件がまだ入ってないんですよ。EPS の大幅な切り上がりっていうところがね。で、ここではただ入ったと。で、あともう一つ、三つ目の条件が何だったのかっていうと、需給的要因。空売りがめちゃめちゃ多かった。ここ。日経平均これから下がるかなと思って、空売りを仕掛けた人たちが大量にいましたと。ただし、踏み上げて上がってったんで、空売りの買い戻し、ショートカバー炸裂で、空売り勢が燃え上がって、丸焦げになって、燃料となって、日経平均のブースターとなって、日経平均4万1000円まで上がったんですね。で、それのデータが何なのかっていうと、日商合計の信用倍率。これ5月の2日時点でのマーケット全体の売り算、6923億。今最近ね、6000億円台なんですよ、まだまだ。空売りマーケット全体で少ないんですよね。ただし今年の2月見てほしいんだけども、空売り残が、売り残ね、これ日商合計の信用倍率ってマーケット全体で信用の空売りと買いがどれだけ入ってるのかっていうのを金額ベースと表すデータになるんですけど、空売りがこの時期多かったんですよ。1兆円超えて空売り入ってましたからね、強烈に。もちろん信用の買いも多かったんだけども、こっちが突出してやっぱし目立ってたので、ここを狙って証券事故は買いの手を入れてきてるんですよ。だから見てほしいのはが配当月ですよね、3月、はい、配当月の1ヶ月前の2月ぐらいから空売り残急増していたけれども、配当月の最終週の3月の29日の週に空売り残が激減してるじゃないですか。で今6000億円台近辺、これ6000億円台はボトムです、空売り残のだいたいね。まあ、そこまで空売りが低下している。で、ここを見て、証券所がどうだったのかっていうと、配当月の前月の2月から空売りがマーケット全体にいっぱい入ってるだ。よっしゃ、こいつら丸焦げにしてやろう。買って買って買いまくってやろうってところで、毎週のごとく日本株を大量に買ってるんですよ。2000、6000、5000億、4700億に9400億、最終5260億円相当買ってますからね、証券所は。配当月の最終週まで。ただし、配当落ちた後に一気に売り越して、はい、4月の第1週に、配当落ち後の翌月の第1週に1兆円以上売って連続で売ってるんですよ、6週連続。これ去年と一緒なの、データが。これ言ってたから事前にね、みんなにね、先出して、ね。去年も同じようなデータの並びが出ていて、要は9月配当月ですよね。配当月の前月の8月10日から、証券事故は毎週のごとく買っていて、大きく変化したのがここから、9月の29日から、から10月の6日、証券事故の買い越し額が激減して、翌週 1.1 兆円売ってるんですよ。配当落ち後の翌月の第1週に1兆円以上売って、4週連続売り越したんですね。なんでかっていうと、マーケット全体で空売りが激減したから。この時期空売り多かったんだけども、8月、9月ね。9月の29日の週に空売り残が9000億円台から7000億円台に激減して、翌週6000億。ほんと一緒じゃないですか。この並びと、直近の。それを見て、証券事故は、配当月の翌月の第1週に1兆円売り。ここもそう。
配当月の翌月の週の第1週に1兆円売り。あの、ここね、空売り狙ってきてるんですよ。マーケット全体で。これが、やっぱし、あの、日経平均5000円上がったってところでね、3万6000から4万1000まで。理論的に考えたら行き過ぎてたからね、あの時はね。いかにまあ、半導体株であったり、AI 関連銘柄が強かったのかっていうのはもちろんあるんだけども、どれだけね。ものすごい強かったけど、ただ、需給的な要因もあって、あの、日経平均は5000円大きく押し上げたんですよ。ただ、今、現時点ではその空売り入ってないんですよ。全然。で、証券事故も売ってますと買ってません。空売りがマーケット全体少ないからね。で、PR17 倍の日経平均の理論株価 EPS も、昨日と今日では、あの、最近の昨日までのデータでは、500円上がってはいるんだけども、前回の水準から切り下げて、今 PR17 倍超えて加熱してるっていうところで、やっぱし一本調子では上がりにくいんじゃないかなっていうふうには思うんだけどね、5000円幅での大幅な上昇っていうのはなかなか難しい。だから、ちょっともし上がってきたとするならば、ここの窓埋め後の動きは気になるよねっていうところはあるよね。3万9500円金庫。目安も分かれてるもんね。一部だけでもさっきも言った通り、上がってる銘柄。で、そこで見ていくのが、あの、今日の日経平均の上下に寄与した銘柄群なんだけども、上昇強度1位、東京エレクトロン 4.51% 上がって、日経平均を1銘柄だけで155円押し上げ。で、その下にリクルート、強烈上がったからね、9%。で、ファーストリテイリング、アドバンテスト、ソフトバンクグループ、ここあたりが上がってると。で、逆に下がってるのが、トヨタ、決算後から続落。で、鈴木、ホンダ、日産、日清製粉、ここあたりが下がってるね。やっぱし今、円高若干いっちゃったんで、円安関連銘柄である自動車関連銘柄売られたよねっていうところだとは思う。はい。で、主力どころを見るんですけども、リクルート。まあ、決算後休診ですね。あの、今回の決算シーズンは大荒れなんで、あの、超反発値が過ぎますよ。結構。あの、僕も持ってるものは結構あの、目は分かれてるからあれなんだけど、いい決算が出たらこういった形で上がるし、バチーンって上の方にね。悪い決算、いまいちなものが出てくると投げ売り加速で。ストップ安かなったから、スクエニはね、この前ね。で、TDK。ここ 4.73% 上がって、東京エレクトロも一旦上がってきました。ボリバーの中央線25日ライン抜けてきたので、一旦ボリンジャーバンドのプラス2シグマライン狙いに来るのかな。ストキャーあれさえ、マックでは別に加熱感ありませんよ。で、キンエースも強いと。で、ニデックも 3.42% 上がって、ゲーム関連銘柄では任天堂が上昇方向にバンドクですね。冷やしがボリンジャーバンドのプラス2シグマ、上の青のラインに沿って上がる強烈な上昇トレンドを形成してるから、このバンドクが続く限りは、まあ、あの、安いところで持ってる人は様子見でいいと思う。これが例えば日柄調整なり上の青のラインから冷やしが剥がれるような動きになってきたら、その時例えば一部イクジット、まあ、20%、30% 売っとこうかとか、利益確定より一部入れとこうかとか、考えてもらったらいいかな。バンドークに発展したんやったら、バンドーク終了のサインが出てくるまで見れたからね。バンドークは強烈な上昇トレンドなんで、トレンドサインなんで、これが発生した銘柄を持ってるんだったら、基本はバンドーク終了まで見るっていうのがセオリー。で、途中抵抗、あの、重要な抵抗ラインとかで、少しずつ、まあ、利益確定売りして、握力強くさらに上を追っていくっていうのが、一番いいかなっていう感じがするかな。はい。で、ニトリも円高一旦若干戻ってる。で、これ決算後に急落してるんだけど、ここすごかったもんね、昨日ね。昨日の夜のライブ配信で言ってましたけど、あの、若干、まあ、あの、軌道修正入ってる。上がったよりよ。これ、まあ、もう、やっぱし、ボリンジャーバンドのマイナス4シグマタッチからの、マイナス2、マイナス3シグマまでの軌道修正だと思う。5日移動平均線での帰りもしてるし、そこをちょっとあの迎えに行くような形かな。で、アドバンテストも最近戻してきたね。はい。ボトムから、バンドーク日柄調整が入って、パラボリックマック D が上昇トレンドを形成すると、ボリンジャーバンドの中央線25日前の軌道修正は起こりやすいですよ。で、今そこを超えて動いてますねっていう、あの、そういった動きですね。5日と200日のデッドクロス形成でノーリアクションだったんで、あの、今回の CPI 通過で、まあ、あの、切り上げてきたと。その前からね。いう形かな。で、逆に、あの、下がってた銘柄とかどこなのかっていうと、スバルであったり、日産であったり、トヨタ、あの、決算後に、こっちは逆に下落方向にバンドが発生してるんですよ。で、銀行株の中でも、明暗が分かれてて、銀行株ね。はい。銀行株何倍だったっけな ?10 何倍だったと思う。確か。あった。三菱 UFJ は、決算後 4% 急落。で、三井住友フィナンシャルグループは、ここは上昇方向にバンドークで、みずほとかは 1% 下がってるような形かな。あの、ここあたりもその、
セクター内間でも強弱は分かれてたかな。下がってるやつは結構下がってたからね、今日。特にトピックス弱かった。はい、0.24% 上昇。1.39% 日経平均が上がってるのに 0.24% しか上がってないですよ。なんでかっていうと、ここだよね。もうここに集中したから、マネーが。半導体であったり、テックとかに。はい、アメリカの、ストックス指数が昨晩上がったので、アメリカの半導体株指数が、ここですね、2.88% 上がった。これを受けて、やっぱし上がった日経平均が、ね、よりね。日経平均もなんか半導体株指数みたいな感じだからね、動きで言うと。でその関係でさらに見ていくと、グロース株は下がってるんですよ。これ興味ないんでやってないです、中小型株は。ちなみに毎回言ってるけども、2年間ぐらいも手出してない、中小型株は。大型株ばっかし。日本がもしかしたら金利上げるかもしれないわけじゃないですか、日銀がね。いつかは分かんないけど、まだ先かも分かんないけど、そういったイベントが先々控えている可能性があるってところを考えたら、株の天敵は金利。金利が上がると株は下がりやすい。特に高 PR、PBR 銘柄である中小型株にとってはダメージでかいよね。っていう連想的なところで、中小型株は手掛けにくいっていうところで、やっぱし大型株選択っていう感じかな。あとはバリュー株とかもね。ただね、今日は日経の方に取られたっていうところで、マネーが、NT 倍率は上昇してるんですよ。ここ見てたかどうかですね、今日ね。これ何なのかっていうと、日経平均割ることのトピックス、頭文字取って NT 倍率なんですよ。NT 倍率を覚えなくていいです。日経平均割ることのトピックス、この計算式の方が重要。分子が日経平均なんですよ。分母がトピックスなんですよ。上がると日経平均優位で、下落するとトピックス優位なんですね。イコール上がると日経平均への寄与度の高い銘柄、例えばソフトバンクグループであったりとか、東京エレクトロンであったり、ファーストリテイリングであったり、アドバンテスト、そういったところは上がりやすいね。逆に下がって下がると、トピックスへの寄与度の高い時価総額の大きいバリュー株、高配当銘柄とか、ディフェンシブ銘柄のパフォーマンスが良くなる。なんだけど、今日下がったところから上げてきたんで、上の方に戻ってきたんで、NT 倍率は今上のこっち寄りです。日経平均の寄与度の高い銘柄を持ってないと、今日はパフォーマンス良くならなかったねってところ。で、この流れが明日も続いてくるならば、やっぱし日経平均寄与度の高い銘柄群の情報上昇が、優位度が高まるかなっていう感じがする。狙い目がやっぱちょっと変わってきてるよね。CPI 通貨を起点として、ここも変わってるんですよ、大きく。動きが。で、ドル円。154円の30銭台。瞬間ね、日中、もっと下がってたみたいなんですけど、はい。153円台までね。ただ今、154円台まで戻ってきてはいるかな。アメリカの金利下がってはいるけど、そこまではまだ下がってはいないんだよね。一目の壁が目の前に存在するので、壁ドンにならないかどうかちょっと見ていく形になるんだけど、一旦下がって上がって、ボリバの調整25日ラインの頭取って下がって、一目の壁にぶつかって、こういった風に下がっていくパターンにならないかどうか、よく出るパターンなんでね、一目の壁が目の前に存在しているとき、日柄調整はこのまま続いて、ここの緑のラインにぶつかって抵抗ライン割れすると、これ下落が少し入りやすくなるんですよ。壁ドンパターンって言ってるんですけど、特にこういった形で、日足の目の前に崖みたいに抵抗ラインが存在しているときに、この1、2、3、4、5波にはなりやすいから、そこは見ながらかなっていう感じがするね。あとはに日本というか機関投資家の円のネットポジション、そこあたりの売りポジションがどういった風に今解消されているのか、推移しているのかっていうのも土曜日見るべきかなっていうデータかな。はい。でも過去にも日本の10年債利回りは下がってはいるんだけど 0.925% なんですよね。グロースカバーも興味ないからやってないけどね。今日買った2銘柄もいいところですよ。いいところですよ。CPI を通過して、無難に通過して、米国株であったりとか、日本株とかが前から描いていたストーリー通りに動いてくるならば、この2銘柄買おうみたいな感じで思って買った銘柄だから、結構ね、いいとこで拾えてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。資産はね、でもね、そこまで今日は増えてない。トピックスよりにポジションを組んでたってところもあって、0.4% ぐらい。いろんな銘柄持ってるんで、もちろん中には 4、5% 上がったものもあるよ。3% とかね。あるけど、平均値で言うと 0.4% ぐらいしか上がらなかったねって感じ。ただ今日買った銘柄が上がったんで、嬉しかったですね。投げられてる銘柄一つは買ったんだけど、高配当銘柄なんですよ。超欲しくて、
で利回り高いから、だから買っちゃった、ついつい。下がったらもっと買おうかなというふうには思ってるかな。まあそんな感じで、ポジションはちょっといじくって、キャッシュポジションも高めてたので、今日とりあえず買ったって感じかな。あとは狙い目は他の銘柄とかも買いたいけどね。結構下げてるもんね。何番やったっけ ?9432 やったっけな。NTT とか急落してるもんね、まだね。ここあたりも探せた。下落方向に万読集。やっぱしねって感じだよね。万読になった銘柄、万読終了サインが出るまで見ておくっていうのがセオリーなんで、しかもここのデッドクロス形成がちょい見えてるから、なおさらまだちょっと買いにくい。フィボナッチのレッドゾーンがここあたりっていう状況かな、目先は。買い取り前に何パーだ ?3.3% ぐらいあんのか、今。まあ、もうちょっと下がってほしいね、ここあたりはね。っていう感じで、一応ここあたりに関しては見てますという感じですね。日本株はまだね、大きく、目は分かれてるよ。やっぱし、マーケット全体で空売りよりも買える信用の買いが多いから。で、とは言っても、米国株は強いんだよね。ニューヨークダウ。高値ライン終わりでベースで超えて上昇方向にバンドオークです。バンドオークだったらバンドオーク終了際まで上がってくる可能性があるので、しばらく見る。ビックスもおとなしいしね。で、S&P500 も最高値更新でしょ?で、上昇方向にここバンドオーク発展です。ストキャ RSI まっくり。RSI はまだ加熱気味のラインまで行ってない。ストキャスティックスは機能不全ね。もう機能してないので、これ無視。RSI とかマック D とか。まあ、特にバンドクのサインを終了のサインを見ていくっていう感じかな。で、あとはナスダック 1.4% 上昇。これも上昇方向に若干バンドク気味っぽくなって最高値更新。で、即死数一番昨晩で上がったセクターに関しては 2.88%。ここまだ最高値更新してないんですよ。だから全体的に上げ幅はやっぱり即死数の方がでかかったのかなって感じがするかな。ニューヨークダウン、ナスダック、S&P500、全部最高値更新してるのに、即死数だけ最高値更新してなかったところで、そこに、差寄せするような形で上昇幅取って上がってきたのかもしれないね。で、WTI 原油は 78.87 ドル。ちなみに、原油は、まだ、最直近安いところで推移してるねっていう状況の中で、セクター別騰落率見るんだけど、GV 倍率 0.89% 上昇。ということは、アメリカは今どっち有利なのかっていうと、バリュー株よりもグロース株有利ですね。上がってるんで。で、一番上がったセクターが、インフォメーションテクノロジーセクター、情報通信業。ここは 2.29% 上がって、金利が下がったんで、不動産セクターも上げね。で、ヘルスケア、ユーティリティ、公共株強いよ、最近ね。で、コミュニケーションサービスセクターも上げてると。で、一番上げてないのが、一般消費財であったりとか、生活必需品、エネルギー、資源ですね。これ、原油下がってるんで、しゃあないよね。こういったところが下げてたけども、まあ、ここあたりが強烈に上げてるね。特に、リアルエステートなんて、直近大きく下がってたから、下寄せするような形で、こう、元に戻ってきてはいる。今、V 字回復で。不動産はね、戻ってきてほしいんだよね、個人的にね。なんか増えてるか、そっちの方も。じゃあ、個別銘柄ごとの動きを見てみると、昨晩どうだったのかなんだけど、ガーファム、中心銘柄。アマゾンは下落 0.58% 下げ、はい。昨晩ここは下げてんだよね。で、メタは逆に上昇 2.05%。5日と25日のゴールデンクロス入って上の方に移行したのは大きい。25日ラインを超えてきたのはちょっと大きいですね。で、NVIDIA 決算近い。これ22日で。来週かな?はい。5月22日の決算でどういった動きをするかでハイテク株の明暗は分かれるところあると思う。そうな感じするけどね、市場期待高いからね、どうなんだろうね。で、テスラ 2.01% 下落、ここは弱いね、まだね。で、アップル上昇方向一般読集強いね。アルファベットも上昇、マイクロソフトも上昇って形で、ガーファムはアマゾン以外は強いっていう状況で、テスラもやいですね。 NVIDIA 強いっていう感じかな。で、アドバンストマイクロンデバイス AMD が今これ上げてきてるじゃないですか。ここはさっきのもう一つの銘柄、はい、とそっくりなんですよ、動きが。アドバンテスト6857と、わかりますかね、動きが一緒なのか。比較チャート作りましょうか。6857ね、前登録してたからね。これ、ずいぶん前に言ってるんですけど、最近、アドバンテストは、MD のチャートと売り二つなんですよ。
なんでか、NVIDIA に近い、NVIDIA に即するような動きかなと思ったら、こっちなんだよね。昨晩、AMD 上がったんで、はい、アドバンスマイクロデバイスが上がったんで、アドバンテストも上がったって感じかな。もう同じような名前だからね。ちょっと言いにくいんだけどさ。ここあたりが動いてる。で、一番上げた銘柄、下げた銘柄、どこなのか。下げてるのは、アームと、ここだけ。あ、半導体だ、これ。これ。下げてるのは、ここ。ソーラーエッジであったりとか、ユニティソフトウェア、アーム、ウォールグリーン、ウォールドディズニーですね。ディズニーラ、夢の国は、もう、コッパみじんになってるね、これね。下げだよね。で、ボーイングも弱かったと。テスラ、トラベラーズ、ナイキ、ペイパル、バリュー株が下がってる中で、アドバンストマイクロンデバイス、AMD が一番上がってて登録してる中では、クラウドストライク、セールスフォース、はい、スナップ、NVIDIA、クワルコム。まあ、ハイテク株が強かったというところで、セクター、さっきのその GV バイルスのバリューよりもグロースの方が優勢だよねっていう流れにアメリカはなっている。で、それを見て、NT バイルスもちょっと転換してから、トピックスから日経寄りに振ってきたって感じかな。直近大きく下がってたからね、NT バイルスがね。うん。っていう形で動いてます。じゃあ、他のところもちょっと見ていくんだけども、指数をですね、さっきドル円見たじゃないですか。ドル建ての日経平均見ましょう。これですね。これ日経平均割ることのドル円のチャート。海外投資家見てる日経平均はこれなんですよ。で、5月の10日がここまでなんですよね。ここあたりまでで6000億円相当、日本株をキャッシュで海外投資家買って今抜けてきてるんですよ。海外勢も儲かってきてるね。円高はプラスだよ。海外機関投資家にとっては。なんでかっていうと、これ日経平均割ることのドル円で、分母がドル円なんで、分母がちっちゃくなると、これ上がる要因になるでしょ。数値が上がるじゃないですか。切り上がるじゃないですか。逆に円安になると分母が大きくなるので、数値が切り下がってくる。要因になる。ブラックロックの情報も入ってるんだけど、機関投資家今円安嫌ってるんですよね。円高の方がいいよ、フレンドリーだよっていう動きになって、はい、だからね、円安行ったらねダメだったんで、昨晩円高行ってくれて日経平均上がってるって感じかな。まあ今逆相関なんで、全く逆の動きしてる。見たらわかるでしょ。オレンジがドル円のチャートです。ちなみに。はい。円安、株高、円高、株安。ここあたりまでリンクしてるじゃないですか。で、ここから外れてるんですよ。円安、株安、円高、株高なんですよ。で、直近、円安触れたんで、日経平均一回下押したんですけど、今回の CPI を受けて、円高になった、日経平均上げた、もう全く逆な動きしてるんだよね、ここあたり。もう重ねてもらったらわかると思うけど、円高に行ってもらった方が、今の日経平均にとってはいい。これは、毎回言ってる通りですね。うん。ただ、円安関連銘柄はさすがに、ちょっと売りが加算できてる。NT 倍率も上がってきてるし、ってところで自動車関連銘柄が弱いっていうところかな。うん。他の市場、中国も強いからね。香港、ハンセン、バンドーク、深セン、上海強いと、チャイナマネー、中国市場に戻ってきてます。海外投資家も中国株今買ってます。今までアメリカでやったり日本株バカすか買ってたんだけど、チャイナマネーがですね。それがおそらく元に戻ってきてるんじゃないかなと思う、この上昇を見てから。で、欧州市場も利下げ期待からまだ強いと。今年最高値近辺で推移ですね。こっちはやっぱり利下げ期待があるから。で、ドイツ、ダックスとかも、に関してはもう最高値です。もうとっくのとおり更新してるし、欧州市場強いんですよ。明暗分かれてますよね。利下げを検討しているアメリカ、欧州。利上げしなくちゃいけないかもしれない、日本。パフォーマンスのさ、やっぱりこういった風に生まれてきている。で、かつ需給的な要因で、マーケットに空売りが入ってなくて買いの方が異常に多いから、今回の決算シーズン、バカみたいに急落してる銘柄が多いわけじゃないですか。意味がわからんぐらい下がってるからね。大型株がストップ安してるとか、ストップ高するとか、そういった銘柄も結構出てるんで、超乱高下。投げられるも悪いものは徹底的に売られて、いいものは徹底的に買われるっていう二極化相場。で、ビットコインも一応上がって、はい、上の方にまた戻ってきて、ストキャ、RSI、MACD、RSI の上値ラインとかちょっと抜けてきたねって感じかな、読まれの。で、トレンド発生で上の方に上昇スタートみたいな。こういったラインね、多分ね。
厳密になってねえから、こういった形になると思うけど。はい。っていう状況に今のところなってる。で、今日ね、バリュー株はね、ほんとよかった。PBR 一倍割れ銘柄。解消 ETF。これ見てもらうと、これ 0.92% 今日下がってるんですよ。ということは、PBR 一倍割れ銘柄に関しては、今日パフォーマンス相当悪かったってことだよね。こんだけ上がってんのに。で、日本のリートは下落で、アメリカのリートは金利が下がったんで上昇。ってことは、US リートとかそこあたり上がってるよねっていう形だと思う。新興のゼウス減配なんで、他のその、US リート系の、ね、投資信託とかもまた減配リスク出てくるからと思うから、みんなそこだけはね、知っててね、事前にね、US リートとか持ってる人、結構1年か2年間持ってると儲かってると思うんだけど、1年前ぐらい買ってる人はですね、1年2年前に。はい。ちょっと減配リスクが目先出てきてるよねっていう形かな。で、あとは安定資産である金の値動きもチェック。金利が下がったってことは、こっちは上昇圧力につながるね。この壁ドンパターンは、解消。金利が下がったんで、理論通りに金の価格上がってるっていう状況かな。で、ドクターカッパーは 0.38% 上がってます。上髭伸ばしてるんでちょっと気持ち悪いんだけど、上髭伸ばしてるね。これ中国株が上がってるんで、どう先物も上がってるんですよ。連動してるんで。はい。ものづくりだからね。必要だからね、どうはね。ドクターカッパーと言うんだけど、炭鉱のカナリアって言われるんですけど、中国経済の影響を大きく受けます。中国株が上げている、どう先物上がってる、ここあたりやっぱし連動してるところがあるかなっていう、そういった状況かな。なので、現状のマーケットの動き見たんですけど、とりあえず買ってみた、二銘柄。ただ全部は言ってない。今、押してる銘柄で欲しい銘柄があるから、買いたい銘柄があるので、それを押し込むために、今、タイミングを合わせようと思ってやってるところかな。見てる監視銘柄に入れてぶち込んでからチェックしてるような形です。とりあえず2銘柄、今日の上昇にはなんか乗りたいなと思って、買ったっていう状況かな。うん。持ってる資産に、ただ資産はデコボコあった。日経平均見ても、下がってる値下がり銘柄数の多いし、一極集中でテック系に、資金流れただけでしょ。その他の銘柄弱い。決算を下げてる銘柄もある。乱高下、上げてる銘柄リクルートが目立ったところはあるかもしんないけど、相対的には全体下げ。っていうのが今日の試合。一部一極集中ですね。うん。政策の方向性の違いであったりとか、円高いったからプラスだったけど、ビックスも下がったからね。ビックスのマック D がゴールデンクロスを組んでくると、下げに警戒なんだけど、まだそれがね、目先まだ出てないんですよね。はい。ビックスのマック D、この青のラインがオレンジのラインを下から上に突き抜けてゴールデンクロスを終値ベースで形成したならば、その後そっと下落が入る可能性があるねっていうところを意識しつつ、日経平均も追っていくっていう形。で、目先は窓目。39,500円。行くんやったら行ってほしいかなっていう状況かな。ただね、やっぱし理論株が上がってないからね、目先の割高感はやっぱし、マシ状態。若干緩和されてるけど、今日出てくるデータがどうなってくるかってとこですね。そんな感じです。なので、また動きあったらすぐに YouTube であったり X で上配信していくので、最後よかったら皆さん僕のチャンネル登録と、あと X のフォローしておいてもらえると嬉しいのでよろしくお願いします。で、今はマーケットの解説しかやってないんだけど、この夕方の配信はね、夜のライブ配信では個別銘柄の分析であったりとか、その確率論の話とかいろいろしてるので、もしライブのことを知らなかった人は、よかったら夜22時ぐらいがいつもやってますから、参加してもらえると嬉しいです。昨日もね、すごかったからね、皆さんのおかげで、過去最高記録、ほんま更新できてました。1万5000人で、ね、同席人数。もう快挙ですね。はい。上はもう、あとは VTuber しかなかったんで、日本国内でも、トップ10内に入ったからね。うん。次はね、そこの最高記録をさらにね、更新できるように頑張っていかなくちゃいけないのかと思ったら、ちょっとハードル上がったなって思いますけど、そこは皆さん一緒に頑張って、お力ね、お貸しいただければと思うので、よろしくお願いします。で、さっき言った通り、クーポン出してるんで、6ヶ月 20% オフクーポンですね。今回のお祝い、お祭り騒ぎでね、お祝いでね、祝1万5000人突破ね。動画の下の概要欄の方を皆さんチェックしてください。メンバーさん検討している方はよろしくお願いします。というわけで皆さんお疲れさんでした。撤収！